アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が巨漢が悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもたらされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。令和4年7月4日、場所は大阪 NK タクシーフィールドエキスポにて、 2022X リーグディビジョン3ウエスト第1節、トライスターズ対三重ファイヤーバードの一戦が行われます。試合開始16時キックオフ予定です。両チームの紹介をさせていただきます。手前側に陣取りますカラーのユニフォームをまとっております、オレンジのユニフォームをベースにしておりますチームがトライスターズです。かつてスタートはプライベートリーグから始まりましたが、一転 X リーグに参戦、広く福祉活動やそしてフィールド外の病室とつなぐホスピタルフットボールといったさまざまな団体とつながりを持ちながらアメリカンフットボールの普及に努めているチームです。対しまして奥側に陣取っておりますホワイトのユニフォーム、ビジターユニフォームをまとっていますのが三重ファイヤーバード。かつて三重に配置された日大出身の選手たちが三重県にフットボールを立ち上げようという形で40数年前にそのチームを立ち上げました。アメリカフットボール協会祭 X リーグ2022、地域的に人材の確保が難しい境遇ながら、しかし現在に至ってまで三重を拠点としてそのチームの活動を続けております。この両雄の一戦が行われます。ただいまグラウンド中央では両チームのキャプテン、バイスキャプテン、審判団によりまして試合前のセレモニー、コイントスが行われています。前半トライスターズでし、コイントスの結果、オレンジのユニフォームトライスターズのリターン、リターンで試合が始まります。ホワイトのユニフォーム見え、ファイヤーバードのキックオフで試合が開始されます。なお本日は1クォーター10分、1クォーター10分の正式計時で行います。本日の試合は1クォーター10分の正式計時で行われます。ファーストダウンとして4回の攻撃権を得ることができます。ファイヤーバードとなりました。こうして徐々に前進して最終的に敵陣のエンドゾーン、ファイヤーバードのキックオフで試合が開始いたします。までボールを持ち込めばタッチダウンとなります。キックオフキックを伝えます。それはファイヤーバード25番のプレイヤー、鈴木富山大学出身のプレイヤーが務めます。トライスターズリターン、ファイヤーバードのキックオフで試合開始。このキックオフのボールをアメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。攻撃はボールを持った選手が膝をつくまでを1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤードを前進し攻撃権を更新するか、相手陣地5分角にある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずはトライスターズの攻撃、自陣44ヤードに陣取り、ここからファーストダウンって1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新には10ヤードの前進が必要。まずは中央へのランプレー、まずランニングバックに渡せ中央突破を図りました。しかしこれは三重のディフェンス集まりよくほとんど原因なしです。トライスターズランニングバック21番ボールを回しました。キャリア21番は木田、ホワイトのユニフォーム三重ファイヤーバードディフェンス陣集まりが早く原因を与えません。ノーゲイン、結果1回目の攻撃は原因なし、ゼロヤードでした。したがって2回目の攻撃に入ります。トライスターズ自陣44ヤードからセカンドダウンテン、攻撃権更新まで残り10ヤード。再び中央でランプレー、トライスターズランプレーを敢行します。キャリア21番木田、
しかし中央突破を図れず、むしろ1ヤードロス、交代となりました。ボールを持ちまして中央付近をつきましたが、ホワイトユニフォームにファイヤーバード32番久保明宏選手がタックル、1ヤードほどロス後ろに下げています。結果トライスターズはサードダウン3回目の攻撃に入ります。攻撃権の残り回数は2回、攻撃権更新残り距離は11ヤード。まずはパス攻撃に転じました。アメリカンフットボールはボールが開始線より後方より1回だけ前に上がります。このパスはワイドレシーバー88番が取りまして、大きくパスタ一気に10ヤード以上獲得しまして、攻撃権更新となりました。ファイスターズ、ファスターパスを取りました。88番は松本リッツ工業大学出身。大きく前進しましたトライサーズ、相手陣17ヤードの地点からファーストダウンテン。ここでランプレーを展開しようとしましたが、しかしここでボールをファンブル、幸い自ら抑えていますが、結果的に原因はありませんでした。1回攻撃を喪失する形となりまして、セカンドダウンに移ります。ファーストダウンの攻撃はスナップが乱れましたが、自ら抑え事なきを得ております。しかしダウンが1つ進みます。セカンドダウン10、トライサーズ相手陣17ヤードの地点からのセカンドダウン10、2回目の攻撃に入ります。これは見えたしてる、ファイヤーバードナイスタックル。ここでトライサーズはランニングバックに投げ渡し、さらにオープンへのランプレーを展開しようとしましたが、ここで三重の32番が見事なアジャストをし、約8ヤードのロスとしました。見事なロスタックルを決めましたのは三重32番の選手でした。オレンジのユニフォームトライスターズ、サードダウン、ファーストダウン勝つところまでは残り19ヤード。交代しました、大きくと交代しましたトライスターズ。サードダウン19の難しい状況に挑みます。ボールオンは相手陣26ヤード。パス不成功、パスインコンプリート、パスは不成功。ここでトライスターズ再びロングパスを投じました。しかしこれは三重77番がこうやインターセプトするほどの危険なプレーとなりましたが、結果的にはパス不成功に終わっています。ダウンは進み、フォースダウン、攻撃パス失敗の場合には元の地点にボールは戻され次の攻撃に移ります。したがってトライスターズフォースダウン4回目の攻撃に入ります。トライスターズここでフォーメーションを変えました。フィールドゴールトライ、キックにある3点を狙います。3点の獲得となります。ここでホイッスルです。チームタイムアウト、トライスターズ前半1回目、トライスターズここで前半1回目のタイムアウトを取りました。ここでオレンジのユニフォーム、アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。アメリカンフットボールでは各チーム前半に3回、後半に3回、ここでトライスターズ見事なロングパスによって一気に相手陣深くに攻め込むことには成功しました。しかしこの後の手詰まりの状態になり、フォースダウンロングの状況に至っています。そしてこの4回目の攻撃、最後の攻撃権を果たしてどのように使うのかを今タイムアウトして確認しております。そのボールの開始地点は相手陣26ヤードの地点となっています。タイムアウト取れます。トライスターズフォースダウン19のシチュエーション、フィールドゴールトライ、キックレングス42ヤードのフィールドゴールに挑みます。トライスターズフォースダウン、フィールドゴール挑みます。キッカーは13番中塚ルーキープレイヤー。さあこの42ヤードのトライどうなるか。このキックはそれまして不成功、フィールドゴール失敗、4回目の攻撃失敗でしたので攻守交代となります。ターンオーバー、フォースダウンでしたので攻守が入れ替わります。
攻撃権はホワイトのユニフォームフィールドゴールにおいて4回目の攻撃を失敗という形に終わってしまいました。したがってこの時点で攻撃権は喪失となり、攻守入れ替わり、今度は三重ファイヤーバードの攻撃となります。三重ファイヤーバード自陣に25ヤードの地点からのファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。まずは中央のランプレー、同じくランプレーによってまず最初の攻撃としました。ランニングバック27番、ボールを持ち出したキャリアは27番のプレイヤーです。三本付け選手、東北大学出身、ゲインは3ヤード、東北学生リーグからの参戦プレイヤーです。ファイヤーバードゲインとしましては3ヤード、したがって残り距離7ヤードとなってのセカンドダウンの攻撃に入ります。失礼しました、4ヤードのゲインです。したがって残り距離6ヤード、ボールオンは自陣29ヤードの地点の攻撃です。ここでパスプレー、しかしこのパスは不成功。パスは不成功。今度はワイドレシーバー81番へ向けてのタイミングパスでしたが、このパスは合いませんでした。ターゲットとなりました81番はフル、山形大学出身のプレイヤーです。そしてミエファイヤーバードのキャプテンでもあります。ダウン1つしましてサードダウンに入ります。ミエファイヤーバードサードダウン6、攻撃権更新の残り6ヤード、果たしてどのようなプレーで選択するでしょうか。ファーストダウン、ここでチョイスしたのはランプレー、そしてそれを託されたランニングバック16番、見事に右オフタック付近を駆け上がりファーストダウン獲得です。キャリアとなりました16番は下手、鳥取大学出身のプレイヤーです。選手中央付近を駆け上がりましてファーストダウンを獲得しています。攻撃権は引き続きホワイトのユニフォーム、ミエファイヤーバード。攻撃継続となりました。ミエファイヤーバード1回目の攻撃に戻ります。ボールオンは自陣47ヤードのファーストダウン10。ここで中央へのダイブプレー、素晴らしいランプレーで一気に攻撃権更新となる見事なランプレーとなりました。キャリア27、素晴らしいランでした。ランニングバック27番、三本杉亮太選手の中央プレー、ファーストダウン、見事にファーストダウン取りました。ランニングバックは三本杉選手、東北大学出身の選手です。敵陣43ヤード付近よりファーストダウン、これによりまして見えファイヤーバード相手陣に入りました。相手陣43ヤードの視点からのファーストダウンテ、ここでホイッスル、ブレーク、ウォーターブレイクを実施します。両チームの選手はここでウォーターブレイクに入ります。ウォーターブレイク、アメリカンフットボールは暑さ対策として審判の判断によってクォーターの半分でタイムアウトを取ることが決まります。レフリータイムアウト、ウォータータイムアウトです。現在夕方になっておりまして、日差し自体は収まっておりますが、その日射熱の影響から出ています。熱中症対策として審判の判断により非常に高くなっており、熱中症の危険がございますので水分補給等まめになさってくださいますようよろしくお願いいたします。ブレイク飛びまして試合再開となります。三重ファイヤーバード相手陣43ヤードの地点からファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。ファーストダウン10の攻撃、ここでボールをファンブル、三重ファイヤーバードボールをファンブルしましたが、ファンブルしたボールを抑えたらどちらになりましたでしょうか。しかし3ヤードほどは後ろに下がっています。しかし結果的に4ヤード後退しセカンドダウンを迎えます。ミエファイヤーバード相手陣47ヤードからセカンドダウン14、
ここでフルバックのダイブプレー、中央突破によるゲインを図ろうとしました。しかしこれはトライサーズディフェンスが集まりよく、ゲインはほとんどなし。55番上田雅人選手がタックル、見事な反応でタックルを決めましたのはトライサーズ55番の上田、関西学院大学出身です。ファーストダウン獲得までは残り13ヤード、厳しい状況残りました。三重ファイヤーバード、サードダウン14のシチュエーションに挑みます。ボールオンは相手陣46ヤード、失礼です、サードダウン13に訂正します。パス不成功、パスインコンプリート、パスは不成功。ここで選択したのはパスプレー、クォーターバック9番一行、ここでプレイアクションからのパスをランニングバック27番の3本付けに通そうとしましたが、これはカバーされパス不成功に終わっています。フォースダウンと変わります。ダウンは進み、フォースダウン、三重ファイヤーバード、フォースダウン13、フォーメーションを変えましてパントフォーメーションにします。パントはキックによる攻撃放棄となるプレーです。ナイスパー、スナップ乱れましたが、このパントを見事なコントロールで陣地奥に蹴り込み、トライスターズ陣1ヤード付近でボールでヘッドとなりました。ファイヤーバードはそのボールが止まった地点、外に出た地点での攻守交代となります。したがってトライスターズ自陣1ヤードの地点での攻守交代となりました。陣地を挽回しました。厳しい陣地に落とされてからの攻撃となります。トライスターズ自陣1ヤードからのファーストダウン10、トライスターズ自陣2ヤード付近よりファーストダウン10。佐藤さん、他に9番9番8番さあ、まずはランプレーにより中央突破を図るとしました。しかしこれによるゲインはほとんど、失礼しました、判定を確認します。ただいまのプレーはキュキュータエンパス、審判の判定のマイクのアナウンスがほとんど聞こえなかったのですが、おそらく先ほどスナップを受けましたクォーターバックが取る際に膝をついてしまいました。アメリカンフットボールは膝をついた段階でプレー終了です。自陣のエンドゾーンの中で膝をついたことによってセーフティー、自殺点となります。したがって三重ファイヤーバードに2点が入りまして、三重ファイヤーバード2点、トライスターズ0点。まず三重がセーフティーによって先制する形となりました。三重ファイヤーバードに2点が入ります。また自殺点という形になりますので、本来ならば得点を上げた側のキックオフなのですが、失点したトライスターズからのキックオフとなります。エンドゾーン内で膝をついたという判定、セーフティーとなります。通常は得点を取ったチームのキックオフで試合が再開されますが、セーフティーの場合は得点をされたチームの、先ほどセーフティーを受けることになりました。トライサーズ自陣20ヤードからのキックオフとなります。トライサーズパントスタイルによるキックオフを選択します。さあ、これを見えリターンします。リターナー88番、ハーフウェイ付近までリターンしまして、この視点から三重の攻撃としました。トライスターズのキックオフボール、三重ファイヤーバード、リターン81番のフル信玄選手、約15ヤードのリターン。山形大学出身のプレイヤーです。攻撃権はホワイトのユニフォーム、三重ファイヤーバード、敵陣49ヤード付近よりファーストダウン10。三重ファイヤーバード、相手陣49ヤードの視点からファーストダウン10。さあ、まずランニングワークに渡して中央突破、
ナイス。これを託されたキャリア16番のプレーは見事なランをしまして約9ヤードのゲインとなっています。キャリア16番は下手、鳥取大学出身のプレーヤー、関西3部出身ながら見事な素晴らしいランを見せています。石本このゲームを牽引している形をとっています。三重ファイヤーバード相手陣40ヤードの地点からのセカンドダウン残り1ヤード、パスは不成功、パスインコンプリート、パスは不成功。9番日光はロングパスを取りました。ターゲットは81番のフルでしたが、このパスはオーバースロー、パス不成功でサードダウンに変わります。ファーストダウン獲得までは残り1ヤード、三重ファイヤーバードサードダウン9、ボールオンは相手陣40ヤードの地点です。三重ファイヤーバードファサー、クォーターバック9番、ここでオプションプレー、自ら持つかランニングバックに投げ渡すかの選択プレーをチョイスし、クォーターバック自らが持ちまして攻撃権更新としました。三重ファイヤーバードファサー、中央付近を駆け上がりました。ファーストダウンを獲得しています。攻撃権更新になりました。三重ファイヤーバードクォーターバック9番は日光、北海道工業大学出身、敵陣37ヤード付近よりファーストダウンテン、三重相手陣37ヤードからファーストダウンテン、ランニングバック16番ハンドルオフを受けて右オフタックルをつきまして約9ヤードのゲインとなっています。三重ファイヤーバード16番は下手、鳥取大学出身、素晴らしいランプレーでゲームのリズムを作っています。三重ファイヤーバードセカンドダウン、三重セカンドダウン残り1ヤード、ボールオン相手陣18ヤード、ここでプレイアクションパス、ランプレーに見せかけ対抗エンド80番へのパスを投げました。これが通りまして攻撃権更新、ファッサー80番桐山隆選手へのパスが成功しています。80番は桐山、大阪一市大学出身、4回を得ました。三重ファイヤーバード敵陣18ヤード付近よりファーストダウンテン、17ヤードの地点まで前進しました。この1ヤードのファーストダウンテンです。ここで再び中央へのランプレー、今度はキャリア25番がハンドオフを受け、ランニングバック25番、チェンジアップペースで約4ヤードのゲイン、鈴木翔選手の中央へ、キャリア25番は鈴木、富山大学出身、ゲインは4ヤード、北陸大学出身のプレーヤーもここで活躍しています。三重ファイヤーバードセカンドダウン、三重相手陣14ヤードからセカンドダウン6、パス不成功、パスインコンプリート、パスは不成功。ここでクォーターバック9番一気にエンドゾーンへのタッチダウンパスを投じました。タッチダウンを狙うべくエンドゾーンに向けてのパスでしたが、ここはトライスターズ22番ディフェンスバック滝本涼太選手がカバーしていました。ダウンは進みサードダウン、三重ファイヤーバードサードダウン6、ボールオン相手陣16ヤード、攻撃権更新には6ヤード、エンドゾーンまで14ヤード、ナイスラン、ランバック25番ハンドオフを受け、中央トップを測りながらそこから右にバーンアウト、右オープンのレーンを走り上がりました。ランバック25番鈴木選手の中央プレー、第1クォーター終了しました。第2クォーターに入ります。ここで第1クォーター終了です。
第1クォーター終わりまして、三重ファイヤーバード2点、トライサーズ0点、投手方向入れ替え第4、第2クォーターに移ります。第1クォーターの終了です。